はい今回は広島サミット直前の懸念と今後の日本がどうなるのかこちらを憶測して話していこうと思います今回もよろしくお願いいたしますまあ、この広島サミットに関してはいろいろ言われてるんですが、まあ、僕もいろいろ調べていてですねもうほとんどもう決まってる感じだと思うんですね今後の状況とか 展開ととかはもううう決ままっってるってるいうまあ感じだと思うんですよで、えーまあ、僕たちにはいろいろ思うことっていうのがあるんですが <laughs> 僕たち日本国民がですね例えば台湾有事とかまあその有事のことがまあ言われるんですがその有事の懸念っていうのがあるんですがおそらく有事にはならないと思うんですねなってほしくないしならないと思うんですよなぜかというとアメリカの経済がもう破綻する、えー、もう約2週間後ぐらいには破綻してると思うんで,でその この広島サミットでですねそのアメリカ経済をどうにかこうにか立て直したいとかね、ね西側のそういったまあ思惑がまあ出てきて、まあ、それをまあ岸田がまあ言われるのか、岸田が旗振り役って言ってますからね、あのそんなものに旗振ること自体がおかしいわけですよ、本来ね。で例えばあまあニュースがいろいろあってまあ難しいんですが、まあ、こうまずこういったことを考えていきます。<laughs> ひ広島サミットにおいて、えーまあ、中国に対して、えーまあ、その特化した項目を盛り込むとかっていうことが言われてるんですね。で、えーまあ、中国に対して経済的威圧を、まあ、するっていうことを言ってるんですが、いや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 、大丈夫ですかって話ですからね。中国との経済を断たれたら、日本はだいたい数ヶ月で数十兆円、えー 貿易経経済済が止まってでですすね日本経済破綻とということなんですよだから、あのこんなことをやること自体が、もうはっきり言っておかしいのもいいところなんですよ。で、あのうとろの、まあ、そういったものに対して、その中国がどうのこうの G7 の結束を強調してるとかって言われてるんですが、 これあの一部のですねまあ真面目なというかまともな人たちで言われてますが、広島分断サミットって言われているんですね、世界をこう切り分けていくようなことをまあ岸田がしようとしている、ただ、ですねもう正直、日本の宗主国も資金が枯渇してるんで、どうにもならないと思うんですよ、だから最後は日本に金銭を要求する形、アメリカがですね、だと思うんですよ。 でえー、この G7 サミットで,です、ねまあ、中国とかロシアに対して、えーまあ、いろんなことをまあ言うと、うんで、岸田がその旗振り役を務めるとかっていうんですけど、まず一言言いますけど、岸田、それに首突っ込むなって。 日本っていうのは憲法があるんでね、9条、和平の国なわけですよ。あの、うになんかね、しゃもじ渡したり、金渡したりね、なんとか渡したり、わけわかんないじゃないですか。か金も口も出すなって中立なんだから、別に、それこそ外交しろって話なんですよ。それをまあ、宗主国に言われてるんでしょうね。えー、だから、どん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 お金とか、うん、そういったものを、をいろんなものを渡して、だから別に <laughs> 出さなければいいんですよ。 金も口も口出す必要がない、いな,な,な,なぜかと言われたら、うんまあ、日本はそういう、まあ、平和なあ国だから、和平の国だから、救助があるからって言えばいいんですが、岸田はそうは言わない、宗、ま、主、あ、国もそうさせないっていう力が働いていると思いますね。 で今度、ウ、まあの,うのお、まあ、ゼ,ゼ,レンゼレンスキーがあー広島サミットに、えーまあ、どうのこうのとか言って、なんか、リモートかなんかでね、えーまあ、するのかな、あでまあ、当然ですが、ウとしては、まあ、日本とかアメリカがそういったものを、まあ、お金とかあ武器とかそういったものを欲しいとかっていうんですが、だから岸田、そういうのを渡す必要がない、もう今までも渡して、だから日本があの懸念する状況に入ってるわけですよ。 別に、だって、それこそよく外交ってあるじゃないですか。外交すりゃいいんですよ。日本はそういうのに入りませんから。で、例えばね、それでまあ、そういうことが単純にいかないんですが、西側からもし弾かれたとするじゃないですか。それ弾かれたらよかったんですよ。そのまんま弾かれて、ブリックスの方に回ればいいんですよ。なぜなら、西側の経済はもう終わってるからです。 世界で西側の経済って終わってるんですよ、G7 とか広島サミットとか言ってますけど、もう終わってますからね、もうこれって一部の人たちの間では分かってるんですが、経済的に完全にもうブリックスにやられてるわけですよ、シェアも何もね、でそのロシアとか中国とかインドっていうのはそのブリックスサイドにいるんで、何かっていうと、この広島サミットに集まってる国々っていうのが、この G7 っていうのが西側なんですよ、こちらっていうのはもう伸びしろがないわけですよ。 でそんな中で、まあ、EU がそれを仕切ってその、ね、中国戦略文書とかそんなことを言ったり台湾有事とか緊張した状態にどうのこうのって言ってるんですね。 うん、ただし、えーまあその、中国を批判したり何を批判してもそれを例えば仕切っている、えーまあ、EU とかアメリカとかがもうアメリカがもうあの潰れましたから経済的にもうアメリカどうにも多分ならないんですよ最後に、えー、日本からあその資金を、まああまあ、取ろうとそういったあの目のみだと思いますけどね、うん、でそのアメリカ、バイデンがです、ね、中国包囲網とかって言ってるんですが は,はっきり言って、バイデン、6月終わりでしょうから、アメリカの経済破綻して、ですね6月バイデンはもう政権を維持できない、そういった可能性が高いわけですよ。そんな中で日本がどうのこうの言ったって、バイデン終わってますから、うん、でばあの岸田っていうのはバイデンにずっとついていくわけですよ。で、えー、ずっとバイデンについていったら、アメリカの経済が破綻しました、うんあ。日本も破綻するなっていう、そういった話です。 そ,それが世界のおそらく情勢なんですよ、僕たち国民が全く望まないんですけど、で世界は経済はどうなっているのかというと、アメリカでもなければ、アメリカのドルでもない、えー、アメリカのドルはペトロドラー体制って言って、えー、ドルと石油の決済が今までできていましたが、それができなくなったんで、今回は、えー、アメリカ崩壊です、今までアメリカが崩壊すると何度も言われていましたが、今までは大丈夫だった。 石油とドルの決済があったからしかし今回は状況が全く違う石油とドルの決済ができなくなったんでアメリカが経済的に沈んでいきますそして世界の経済はブリックスに、えー、もう完全に移ってます日本は、えー、沈んでいくアメリカと手を切らないんで日本も沈んでいくそして沈んでいくアメリカの、えー、まあ、金銭をまあ 岸田がまあ、どうにかしようとするのか何か知りませんけど、そして全く意味が分かりませんけど、日本というのは NATO に加盟してないんですが、NATO の事務所を東京に置こうとしているとか、そういうことを言ってるわけですよ。わけわかんないじゃないですか、どこにもその日本の憲法がないんですよ、9条とかね。うん でそのまあいろんなことが言われているんですが、ただこれっていうのは分からないし、僕たちからすると懸念する材料なんですが、おそらくもう今、ですね、えー、そのアメリカが崩壊した場合、もう経済的にどうにもこうにも、もう日もサっチもいかなくなって、そういったまあ、あなんて言うんでしょうねい、いろんなものっていうのが、まあ、そ NATO を、まあ、その東京に置こうとしているのか、なんか知りませんけど、そういったものがうまくいくのか、いかないのかも分からない、えー、で,ですね。 で、えー、岸田は、このね、アメリカのタイムっていうのに、長年の平和主義を捨てたり、えー、軍事大国にすることを望んでいるっていう、もう本当に恥ですからね、世界の恥ですよ、日本っていうのは、平和をか掲げている国の、そのまあ、トップがですね、軍事大国にすることを望んでるって、もう恥じゃないですか、はっきり言って。 でえー、そういった、まあ、いろんな思惑を持ってる G7 の者たちが、えーまあ、広島に集まってくるとだこれっていうのは広島で何をしようとしてるのかというと えーまあ、その軍事的な話をしようとしている、そういったことが言われているわけですよ、だからあの中国とロシア、だからブ,ブリックスですよね、中国とかロシアとか、まあ、インドとか、そっち側に対して、えー、その軍事的な話をしようとしてるんですが、アメリカの経済が破綻してです、ね、もうそれどころではなくなったんですよ、だから、まあ、バイデンが来るか来ないかという話になって、結局来るっていう話になったんですが、まあ、中国、ロシアとその西側の対立が深まるっていうことですね。 うんでえー、実際、この広島サミットって言われてるんですが、世界を分ける、えー、軍事的緊張を高めると、えー、いうことが言われてるんですよ、でそこで岸田が旗振るんで、訳わ,わかんないじゃないですか、うん、意味がわからないですよ、なんで旗振るのって話ですよ、全く意味がわからないし、で当然ですがあの、ブリックスの方も思うんですよ。 こういった西側が動きを見せるっていうことになったら当然、中国中国外務省も考えがあるということなんですがだから、なんでしょうねでそれで中国との例えば日本の関係が悪化したら。 例えば経済がストップして、えーね、数ヶ月で数十兆円入らなくなったら、もう日本の経済は終わりですからね、だからアメリカはあ6月で多分破綻、えー、日本もどこかのタイミングで破綻すると思いますが、まあ、そうやって例えば中国との貿易悪化、経済悪化から破綻ということですね。 で実際、このニュースにも出てたんですが、G7 の結束が固まれば固まるほど、世界で対立が強まっていくということなんですよ。で、例えば日本のマスコミっていうのは報道しないんですよね。G7 がなんかあたかも世界の中心にいるかのような、世界の経済を動かしているのは G7 であるかのようなことなんですが、全くそうではありません。えきちっと調べた資料みたいなのがありまして。 G7 の合計が38.8兆ドルに対して、えー、ブリックスがですね合計46.1兆ドル、負けてるわけですよ、経済で。うん、で、えー、もう、えー、西側、G7 広島サミットに集まる国っていうのは、経済の伸びしろがないんですね。で、当然そう,、ね、そういうことも分かっており、そのグローバルサウスって、えー、言われてる、中東とかアフリカとかアジアとか、えーまあ、そういったところ、グローバルサウス。うんまあ イン,ドかなインド、かなインドブラジル、ベトナムとかっていうのがグローバルサウスっていうのかな、それを、えー、広島サミットに岸田は呼ぼうとしたんですが、断られたんですね、うん。当然、ブリックスのサイドっていうのも思うんで、えー、どこについたらあ平和になるのかっていうことで、完全に西側についたらもうアウトなわけですよ、どうなるかわからない、ね、そうやって緊迫状態になるかもしれない。うん、そうういったような状況下で、えー 入らなかっただから今中東っていうのはもうそういうあの争いことがないんですよ対立とかが。でそういったところで、えー、まあ,あの日本は、うん、その西側についてると。ただですね、えー、この まあ難しい世界情勢の話でいうと、す、ま、べ、あ、ては、す、ま、べ、あ、てはってまあ良かったと思いますが、アメリカの経済破綻から、ですね思惑が崩れたんですね、岸田はそこにずっと突き,あ突き従っていて、G7 がどうのこうのとかね、うん、で昔ね、G7 が圧倒的経済力を持っていたんだったら、もしかしたらそのグローバルハサウスを取り込めたかもしれないんですが、G7 に経済力はないわけですよ、西側に。だ、うん、だかかららそそういうよううういいよななことはもう無理なんですねだから、まあ、そういった まあ、グローバルサウスもすべてブリックスのサイドについてしまった、うんでえー、中東っていうのは今、全く、えーね、問題なく平和に収まっているんで,、うんであのー、この広島。 G7 サミットって言って、えー、実はですね、中東からどこも参加しないんですよ。だから、G7 を中東は敬遠してるんですね。で、岸田っていうのは、あのどんどん旗振り役をやって、旗を振ろうと思ってるんですが、旗振れないんですよ。まあ、旗振り役の後ろに、まあ、アメリカがいるんでしょうけどね。うんうん、っていうことをやって、えー、岸田の思惑はあことごとく失敗。まあ、アメリカの思惑もことごとく失敗。で、えー、G7 を中心に、えー、世界を経済的に動かそうと思ったが、あ全く経済がもう動かない。G 経済的に弱体化してるんでね、うん、っていうような今、感じにあると思います。で、そんな中で、えー、1人岸田があそのリーダーを務めたりとかね、意味のわからないことを言って、うん、でその世界の国々の対立を,を,を担ぐ、そういうようなことをする、意味が、意味不明ですからね。うん で広島ってね、今回のこの広島サミットって、この広島っていうところですが、日本において、そのね、えー、原爆投下っていったことがあるわけじゃないですか、だか当然、広島っていう町を考えれば、ね、今後そういったことが起こらないように、日本国民もそうです世界の人がそういったもので被害を被らないように、核廃絶っていう、そういったところなんですが、そういったところに向かうべきところなんですが、そこの広島っていう場において、えー、そのなんていうのかな、対立するようなことを言う。 だから言われてるわけですよ、平和都市、広島に最もふさわしくない人間たちの、ねえー、そういった集まりであると、うん、で,でバイデンが来るか来ないかっていう話で、話がこじれて、最初、バイデンは来ないっていう話になったんですおそらくバイデンが来るんでしょうね、バイデンが来る目的目的っていうのはいくつかあるんでしょうけど、そのうちの一つに、米国債の公認を岸田に持ちかけるっていうことだと思いますよ。 岸田もうちょっと、もうどうにもならないからね、うん、あの米国勢どうにか変えようとかね、えー、もうちょっと金を日本からアメリカに回せよっていうような、そういうことを言われて、岸田っていうのは了承するんですよ。分かりましたって言ってね、うん。で、その岸田が分かりましたって言った結は、うん、国民が背負うんですよ、日本国民が。意味が分からないじゃないですか。で、おそらくそういった僕らには、僕ら国民には分からない裏のシナリオが用意したって、筋書きがね。うん 日本国民が、あまあ、岸田がバイデンに金を回すと、その金どうしようかということで、うん、じゃあ、国民から増税して取るかとかね、うんそ、そういうようなことがもう決まってるっていうこと、だから岸田っていうのは完全に日本国民のためにならない、機民政策、そして宗、えー、主国、えー、アメリカに、えー、こう取り込まれる、そういうことだけを、まあ、するんですね、でそもそもこれっていうのももう分かってる話なんですよ。 自民党からあ内閣総理大臣になっていくものっていうのはね、まあ、その安倍晋三の政和会もそうですが、アメリカの言われるがままです。宗主国の言われるがまま、そういった人間しか、えー、総理大臣になれないし、もしその意向に反した場合は、わからないようにそこの路線からね、外されたりとか、えー、消されたりとか、そういったことがあるんですよ。だから、自民党から出る内閣総理大臣というのはこ、日本国民のためのことなんでしませんよ。常にアメリカの、おもう、望むがまま、そういうことをする。 でえ、アメリカにずっとついていきます、今までは経済的にえアメリカが優位に立っていたから、それなりにそういった人間たち、自民党の、ねえー、議員とか、あそれで外国の議員たちも恩恵を受けられていたのかあ知りませんが、アメリカが6月に崩壊したら、えー、岸田もそうですし、売国議員も全員崩壊するということです。岸田はもう,もう政治なんていうのはやってられないしね、さっさとやめろって話ですよ。うん、で実際、これ言われてるんですよ。 岸田って広島出身なわけじゃないですか。岸田ほど、えー、広島を貶めた人間がいないとか、そういったことも言われてるんですよ。うん。だから恥もいいところですよ、本当に。だから 岸田がね、心を決めたんだったら言えばいいんですよ、別に、えー、日本はそういうのをしませんって、でそ,そのそそれをそのスタンスを取ったほうが、本当に国民から支持されますからね、で、金もね、アメリカなんて任かずに、国民に負けばいいんですよ、自国民に。そうすれば、あね、えー、岸田の本当の意味での支持率も上がるんですが、そういうことはしてないし、てないしそういうことをしない人間だから、まあ、日本の内閣総理大臣になっている、えー、とも取れるんですね。だから まあ今回のこの件をちょっと分かりづらいんで整理するとですね、日本は台湾有事とかにはなる可能性がほとんどない、アメリカの経済がもうほとんどパンクしてるから、だけど最後にそういった変な、よく分かりませんが、そういったことのに向かおうとか、お金をどうのこうのしようとかっていうようなことをしてるんですが、じゃあ日本はあの何もないのかって、全然そうではありません。そういったことで 日本と中国の貿易関係が悪化することによって、えー、日本の経済が停止しておそらく日本国内経済日本経済崩壊ですね。 アメリカが先に崩壊すると思いますが、えー、そこから米国債を背負わされたりして、えーまあ、苦しくなっていくとか中国との貿易がうまくいかなくなってなんか試算が出てるんですよ、これ僕が勝手に言ってるとかじゃなくてなんかの試算があって日本と中国の貿易が確か3ヶ月間かな3ヶ月間止まった場合は日本国内によって数十兆円のお金が動かなくなって経済が止まって会社が潰れて失業者にあふれるっていうそういったことが出てるんですよ。 今、そこに向かおうとしてますね、岸田のこの行動っていうのは、世界の経済をブリックスが完全に抑えてる中、西側、打つ手なしっていうことです。で、今ね、このちょうど広島サミットの直前になってますが、約2週間後にはアメリカ経済がほぼほぼ高確率で破綻する、で日本はそのアメリカ経済の、まあ、尻拭いをさせられるっていうことです。尻拭いをさせられるってどういうことかっていうと、日本国民がその経済的負担を背負わされるっていうことです。 だからあの前お伝えし,しましたけど僕たちにとっては、ねえー、日本経済崩壊、まあ、経済的にものすごく厳しい時期が来るわけですよ。この後、ね、あの物価高とか電気料金上がるとかそんなこと言ってるじゃないですかただし、えー、一回破綻した後にその後ですねいい時代が日本に来る再生するということでね、うんあのまあ、それを目指して、えーまあ、僕たちは頑張ろうっていう、えー、そういったことだと思います。だからこういうい、えー、ね、えー 違和感だらけの状況の中で、えー、広島サミットの今直前という、そういったあことが、ああ、なってるんじゃないかと、まあ僕は思います。ということで、ほとんど、あの、日本のですね、えー、マスコミっていうのはこういうことを報道しませんので、うん、まあ何かのご参考になっていただければと思います。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。今回はこれ終わりです。失礼いたします。